おはようございます、スペインでサッカー選手してます石田俊です。日曜日の朝です。で、まあ、今日は、リーグ戦がねありますので、それについての抱負をお話ししていきたいなと思います。今ご買い物があったのに、お散歩してる感じですね。いいとこですよ、まあ、こんな感じで、ちょっと見えないかな、見にくいかもしれないけど、意外とマドリーって緑あるんだよね。公園も多いし、まあ首都なんだけど、まあ多分東京よりも全然もちろん人は少ないし、家賃は最近は上がってきてますけど、落ち着いたようなね空間はあるので、まあいいとこかなとは思います。リーグ戦のね、についての抱負っていうところをね、お話リラックスしながらね話していこうかなと思いますけど、まあ、スタートかスタートじゃないかはもちろんまだ分かりませんけど、今回もスタートじゃない可能性の方が高いんじゃないかなと思います。また今回の試合ね振り返りしましたけど、ね、そこでもあったようなね、ポジティブな印象は持たれてないんじゃないかなと思うので、まあ試合出た時に関して出る時に関しては、ね、いいモチベーションを持っていい準備して、試合には向かいたいかなと思います。でも2連敗してる状況でいろんな原因は挙げれると思うし、まあ、前回の試合に関してもまあ、ビヒランシアといって1個のチャレカバーの部分であったりとか、もちろん攻撃のところで1点も決められないっていうのももちろんあるし、まあ、大きくは戦術の部分であったりとかっていうのも大きく関係してるかなと思います。前節、ね、の時にはね、まあ、戦術変わって、まあ、前半で引っ込んだりとかで、前回の先週の試合に関しては途中からの出場でセンターバックでしたけど、でも納得のプレーもできなかったし、チームとしてもね、1人少ない状況で点も取れずという感じで、なかなか難しい時間を過ごしたかなと思いますけど、まあアウェイでのゲームですけど、人工芝でデコボコしているとかそういうのはないと思うので、そういうストレスはかかんないと思うけど、まあその中で自分がね、まず守備のところでねしっかり奪いきるであったりとか、改めて自分のポジティブなものって何なんだろうっていうのがね、この1週間よくね、考えさせられました。じゃあ攻撃面でのポジティブなところ何なんだろうってところも自分としてはね把握しっかりできたと思います。そこをしっかり見つめるね1週間になったかなと思います。まあ今自分の中でいろんなストレスだったりとか、サッカーに対してかかってるし、自分の思い通りに進まないことはいつもあるけどね、でもよりそれは感じてる中で、そして試合に出てチャンスが回った時に、まあスタートなのか途中からなのか分かんないけど、まあ練習の時には関してはね、スタートに入ってどうこうやるようなことはなかったので、多分機会が濃厚かなと思いますけど、自分がどういうプレーしてチームの、勝利だったりとか勝ち点3だったり勝ち点を取っていくところに貢献できたなと思うし、まあ自分としてもしっかりとアピールするところはアピールして、まあ、俺こういう選手なんだよっていうのをもう一回ね、監督等とスタッフ等々で、まあ、見てくれてる人もそうだし、示す必要あるかなと思うし、自分に対してももう一度ね自信つけてしっかりと、いい方向にアプローチできるようにね頑張っていきたいと思います。まあ、チームとしても勝ち点3は絶対必要ですし、3連敗っていうのはね何よりも避けたいので、しっかりと今日試合に勝てるように、チームもしっかり鼓舞していけるようにね、いきたいなと思います。まあ、最初に言ってた勝ち点を持ってこれる選手の勝ちの試合を勝ちに、引き分けの試合を勝ちに、負けのゲームを勝ち引き分けにできるような選手になることがね一番のここで自分が求めていることなので、そこをしっかりと、頑張っていきたいと思います。まあ、そんな感じで、今日はアウェイです。昼ご飯はバスの中で食べると思いますので、とりあえず一回帰って、昼ご飯作って、試合の方に向かうという感じになります。まあ、そんな感じで今日の試合を終わりたいと思います。では、頑張ります。